トマス・ハバード・トマス・ハバードは、アメリカ合衆国の外交官。1943年に、ケンタッキー州にて誕生。アラバマ大学では、学生友愛会、ファイ・ベータ・カッパに所属していた。1965年、アラバマ大学卒、国務省入省。在ドミニカ米国大使館を経て、1969年に、日本、横浜の国務省日本語研修所にて日本語を研修。 続いて在福岡米国領事館で経済担当九1971年から1973年まで東京の在日本米国大使館政治部。1973年から1975年まで国務省本省の東アジア太平洋局日本部にて経済担当九1975年1月経済協力開発機構米国代表部勤務となり、 フランス・パリに赴任。エネルギー担当官などを務めた。1978年8月にパリでの勤務を終え、再び在東京大使館政治部に勤務。1981年にワシントン DC に帰国。1982年まで共和党会議員チム、リーチの議会補佐官を務めた後、国務省人事局にて教育、連絡の担当官として勤務。 1984年から1985年まで東アジア太平洋局フィリピン部にて副部長。1985年6月から1987年まで東アジア太平洋局日本部長。1987年から1990年まで中マレーシア首席講師。1989年に講師3時間に昇級。 1990年から1993年まで中フィリピン首席講師。1993年から1996年まで首席国務次官補代理。1996年から2000年まで中フィリピン大使及び中パラオ大使。2001年から2004年まで中韓国大使。ありがとうございます。